皆さんこんにちは、吉成です。今日はですね、少し僕の方の仕事が落ち着いたので、ちょっとお話しする動画を撮らせていただきたいなと思って動画を撮っております。それで、まあ、仕事が入ったことによって、ちょっと今後もフィリピンで活動ができることになりました。で、今回本当に大きな仕事を取れたので、先日上げた動画では3ヶ月分ぐらいの仕事って言ったんですけども、何も問題なくうちの方でちゃんとした商品上げてれば3ヶ月どころの仕事じゃないポテンシャルのあるオーダーをいただきました。まあ、下手すると来年の1月か2月まで続くであろうという状態で、やっぱりそうなると少し心に余裕ができてきますので、今後別に姿勢移動キッザニア、You went to キッザニア、yes. 姿勢移動の社員になった。何言おうとしたのか分かんなくなっちゃった。で、そうすると YouTube の活動なんですけども、心にゆっくり読んで、この動画で何をお話しさせていただきたいかというと、まずI will put the のタイトルすんのダウンスペアリー Now I'm talking, OK Now I think I have R7 キッズね。まず仕事がなくて大変だった時に応援コメントをいただけたり、ご視聴していただけたこと、そして登録していただいたことに感謝させていただきたいと思います。ありがとうございました。待っててで、それと今後じゃあ僕がどういう活動をしていくかといいますと、仕事のことに関して短期的には貧困街、スコーターエリアとフィリピンで言うんですけども、まあ、そこで工場を出したいと思っています。で、そこに工場を出すとやっぱり貧困層の方に仕事が出せると、そういうことをロドリゴがやりたいと昔からもう言っていたので、まだあと半年から1年はかかると思うんですけど、そういう活動をできたらなと思っております。それが僕らが今やろうとしている短期的なこと で、長期的には3年から4年後にビコールっていう地方があるんですけども、そこに家族で移住したいと思っております。で、それはなぜかと言いますと、僕はもともと海が好きでサーフィンやってるっていうことも何度か言ったことあるんですけども、でビコールのすごいいいところがあるので、そこに移住したいと思って計画を立てて、もう何年も前から家族と話しています。そこで何をするかというと、今私はヤギの投資をしています。ただ投資といっても大きくやってるんじゃなくて、お試しで1年半ぐらい前から、今もう流しておきますんで、下にここにヤギ、僕らが飼ってるヤギと、でアジアジャングル開発って言葉も、もともと友達と不動産投資したりとか、僕ヤギ飼ってて、そこヤギジャングルみたいなところなんですよ、すごい。でそこでヤギを育てて、そのヤギ肉を使って海のそばで、まあ、フィリピン人向け、観光客よりもフィリピン人向けにレストランを本当に安くてもいいので食っていければっていうレストランを作りたいと思っています。で、さらに、まあ、ヤギも年間300から400頭飼いをして、年間1000匹ぐらい売れるようになれば、やっぱり数百万っていうお金が入ってくるという過程で今
まあ、フィリピン人も含めて今4人で投資をしています。で僕で投資をすることによって失敗する可能性もあるんで、それはもうしょうがないと思ってますが、僕の夢と目標は今そういうところに置いております。でこの間僕ちょっと酔っ払って家族に絡むっていう動画を出したんですけども、あれを見てちょっと気分を害したという方がいらっしゃいましたら、まずこの場で謝らせていただきます。申し訳ありませんでした。あれはちょっと YouTube の動画も撮ってるっていうのもあったんで、ちょっと大げさにやったところもあるんですけども、普段ああいうことは絶対してません。ちょっと僕やってる内容が結構フィリピン人の貧しい人たちと絡んだりもしてるので、なんかこの人いい人なんじゃないのかなって思われるのが怖かったです。正直僕いい人だと自分で思ってないので、悪いやつだとも自分では思ってないのですがまあそういうこともあり、ちょっとああいう動画上げさせていただいたんですけど、やっぱりバッドコメントだとか、あれでチャンネル登録者数も減りましたし、見してはない、もう多分見てあの以降見てくれてない方っていうのもいると思うんですが、今それでもああいうコンテンツを上げても見ていただけたりしていただけるのは本当にありがとうございます。まあ、今後ちょっと忙しくなりそうなので、動画の方が毎日投稿っていうのをずっとやりたいと思ってやってたんですけども、ちょっと最近撮影編集を含めて時間がどこまでできるか分かんないっていうのが思ってます。この間もちょっと出張行ってた時に、まあ、3日間でその前土日もちょっと上げてなかったんですけども、動画上がってなかったんで何かあったのかと思いましたっていうコメントいただいて心配していただいたんですけど、心配していただいたことに関しては本当にありがとうございました。本業あってのこういう YouTube でこう娘と遊んでいるところもあるので、で YouTube 活動は続けたいんですけども、もしちょっと上がらない期間があった場合は、あ、こいつは忙しくなってきたのかなと思っていただけて、上げた動画また見ていただけて応援していただけたら本当にありがたいと思います。まあ、あとはちょっとこの部屋が今こういう黄色い、なんていうんですか、もう汚いんですよ。でまあ今までそんなに生活していくのもやっとの状態でやってきてたので、でもこ仕事というよりも服仕事というよりも今 YouTube の収益金を待っているところなので、その YouTube の収益金が入ったら収益金、まあ、3月の収益金待ってるんですけども、その公開とそのお金でこの2階をリノベーションしてリメイク YouTube スタジオ YouTube スタジオを作りたいと思っております。Yes! これも仕事が入ってきたので全部言える話なんですけども、本当に仕事が本当に入らなかったら8月に日本に帰ろうってこととかも考えたりとか、ちょっといろいろあったこの2ヶ月なんですが、今後も活動を続けていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。Good. それでは皆さん、さよなら。